ヨハネスブルグの本社オールドミューチュアルは南アフリカヨハネスブルグに本拠を置く総合金融機関 JSE ロンドン証券取引所上場企業1845年ケープ植民地ケープタウンで新聞社を経営していたジョンフェアベンが中心となりソウルソロモンなど当地の政治家たちの協力を得て総合会社として設立された 当初の社名はザミューチュアルライフアシャーレンスソサイティーオブザケープオブグッドホープであり、1885年にザサウスアフリカミューチュアルライフアシャーレンスソサイティーと改名した。1939年、ケープタウン中心部にアールデコ様式の当時アフリカ大陸で最も高いミューチュアルビルディングを建造。1956年にケープタウン南郊外のパインランズに。 当時、南半球最大のオフィスビルを建て移転した。1973年に、南アフリカ共和国の大手銀行であるネットバンクの株式の大半を購入資産化とし、1982年には、南アフリカ最大の保険会社となる一方、1986年に、プロビデンスキャピタルを買収し、イギリスに初進出した。1999年に、 倉庫会社から、株式会社へと転身し、JSE、ロンドン証券取引所、ジンバブエ証券取引所などに上場、また本社をロンドンに移転した。2000年9月、アメリカ合衆国、ボストンに本拠を置く、ユナイテッドアセットマネージメントを買収し、翌年オールドミューチュアルアセットマネージャーズ、さらに OM アセットマネージメントへと、改変、2005年から、 アパルトヘイトで差別待遇を受けていた有色人種向けのサービスブラックエコノミックエンパワーメントを導入2006年ストックホルムに本拠を置く金融機関のスカンディアを買収。2012年に同社の北欧事業は手放したもののイギリス事業を自社に併合した2013年にガーナやナイジェリアなどアフリカでの事業を強化した 2016年3月、イギリス拠点のウェルスマネジメント部門などの事業分割を発表。2018年6月、イギリスのウェルスマネジメント部門は、ロンドンに本社を置くクイルター PLC として、投資銀行部門の OM グローバルインベスターズは、メリアングローバルインベスターズとして、アメリカが支収国に多くの顧客を有していた OM アセットマネジメントは、 ブライツフィアインベストメントグループ PLC として、それぞれ分離独立させ、オールドミューチャルは本社を再び南アフリカに移した。現在の事業は南アフリカ共和国を、はじめ中、南アフリカ振興諸国における銀行等の金融サービスが中心であり、このほか中国でも事業を展開している。ありがとうございます。